目の上部にある、眉毛眉毛とは、目の上部に球状に生える毛のこと。眉とも呼ばれる。眉毛は顔面に左右一ついあり、まぶたの上の、目の上に、それに沿って隆起する部分に、目の幅とほぼ同じくらいにわたって生えている体毛である。一般の体毛と異なり、より太く色濃くなっている場合が多い。それぞれの毛は立ち上がらず左右の外側、やや下向きに寝るものもある。 眉毛の位置は多少の差はあるが左右非対称で生えていることがほとんどである左右の眉の間引く眉間マイナスの毛がない部分の幅には個人差がありここに毛が生えることにより2つの眉が繋がった状態になることがありその形状からカモメ眉と呼ばれる眉毛は機能的には機体から落ちる雨水や汗が目に入らないようにする役割を担う それぞれの毛の方向はそれに対応するものと考えられる。同様に、雨水や、埃や小さなゴミが目にはいるのを避ける役割も担っている。他方で、眉は人の表情を作る重要な役割を担っており、それによるコミュニケーションにおいても重要な役割を果たしている。眉毛は目元のみならず、顔全体の印象を左右するパーツであるため、古くから、 化粧の一環として、眉毛を任意の形に整える、引き眉などの行為が行われてきた。歌舞伎など、世界の古典的な舞踊において、名や口元と同様に眉を強調する化粧を行う、例は、数多い。現代では主に女性が眉毛を抜いたりカットしたり、剃ったりして、眉毛の形を整えることがある。女性の場合は眉毛を描くため、すべて抜いたり剃り落としている人もいる。 また、逆に、薄い眉や不揃いな眉の場合は、眉のラインを描き足すこともある。髪を染めている人の場合は、髪の色に合わせて眉毛を染めることもある。眉毛には、生理的役割はないので、頭髪と同様、美容として加工することに、あまり抵抗感はないと言える。眉の化粧については、眉墨の項目で詳述している。眉はほぼ人に、独特のものである。 まつげは多くの哺乳類に見られるが、そもそも多くの哺乳類では顔がけで覆われており、眉は区別できない。顔面に毛がなくなるのは猿目における進化の傾向であり、チンパンジーやゴリラでは人並みの顔面があるが、眉毛はない。また、猫の目の上から顔の横にかけてある長い毛を眉毛と俗称されることがあるが、これはヒゲの一種で人間の眉毛とは異なる。 感覚器としての性質を持っている。眉毛の形は感情表現において非常に重要である。漫画やアニメではそれを利用し眉の形を大げさに変化させることで感情表現を明確にすることができる。例えば、両端を吊り上げ、眉間にシワを寄せれば、怒りが両端を下げて目を細めれば安楽さを演出できる。あるいは、眉をねじれさせて、 困惑を示す、といったありえない形でさえ、表情を表すのに使われる。ありがとうございます。